小田急ロマンスカー、走る、喫茶室で提供されていた紅茶走る、喫茶室は、かつて小田急電鉄が運行する特別急行列車の車内において提供されていたシートサービスの名称である。1949年に開始されたサービスで、小田急ロマンスカーの特徴の一つとして定着していたが、1995年3月にサービスは終了となった。その後は、 通常のワゴンによる車内販売サービスであるワゴンサービスが行われた後、2005年に一部のロマンスカーで同様のシートサービスが復活したが2016年3月に再び廃止となった。サービスが提供されていた当時、三井農林の車内サービス係員をスチュワーデス・森永エンゼルの車内サービス係員をコンパニオンと呼称していたことに習い本校も表記する。 小田急の前身となる小田原急行鉄道は戦前に新宿から小田原までノンストップで運行する終末温泉急行を運行しておりこの車内で湯茶を提供したと言われるが審議は定かではない戦後に小田急は1948年10月から箱根へ観光客を輸送する特急列車の箱根特急を運行開始していた運行開始当初は ロングシートの1600系の座席にシートカバーをかけて、灰皿を並べただけであったが、1949年から、クロスシートを装備した、特急用車両として1910型を導入した。当時、特急列車内における乗客サービスを検討して、お茶でも出せないかという案や、乗客全員に紅茶とケーキを提供するという案もあったが、特急券を購入した乗客に対する物品。 提供は規則上不可能であった。そこで車内で飲料と軽食を販売することになり、乗車時間や車両編成も短いことから、食堂車は連結せずに、車内で喫茶カウンターを設けて、飲料と軽食を座席まで届ける形態のシートサービスを行うこととした。小田急は森永製菓、明治製菓、三井農林にシートサービスの営業について打診したが、 採算性の問題から次々と断られた。新宿中村屋から社内販売を行っても良いという意思表示を得たが販売係員を女性のウェイトレスではなく男性のウェーターが務める提案であったためまとまらなかった。最終的に日東紅茶が採算を離れて紅茶の普及宣伝として担当することになった。こうした経緯から当時の三井農林の担当部署は PR 化であった。1910型が3両編成となった1949年8月20日より、ロマンスカーの車内で、走る、喫茶室と称する、シートサービスの営業が開始された。当時は、第二次世界大戦後の復興途上で都市部でも、喫茶店は、数多くなく、喫茶店と同様のサービスが、列車の中で提供されることが、食堂車と違う斬新さで人気となった。 1910型は車端部に喫茶カウンターが設けられたが、1951年に登場した1700型は喫茶カウンターの面積が拡大して客室中央部に設置され、1955年に運行開始した2300型はさらに面積が拡大された。当初は車内の湯沸かしに炭火コンロを使用していたが、車内の湯沸かしが電化されたのは、 1910型に電動発電機を搭載した時からとする説と2300型からとする説が存在する。1951年夏季から運行開始した特殊急行納涼ビール電車は日本ビールが運営するビアホール新宿ライオンが担当し、車内の喫茶カウンターにビアソンを積載して車内で生ビールを販売した。1955年から運行を開始した。 五殿馬線直通の特別順急は、小田急サービスビューローが担当した。SE 社の喫茶カウンター1957年に登場した3000系 SE 社は8両連接車となり、車内の喫茶カウンターは編成中2箇所に設けられた。1963年に3100系安世車が登場すると、箱根特急が30分間隔の運行となり、途中駅に停車する特急の設定や、 江ノ島線特急の増発などに伴い、日東紅茶だけでは対応できなくなった。このため再び森永製菓へシートサービスの営業について打診し、安セ社の登場と同時に森永エンゼルが森永の宣伝を兼ねて走る喫茶室のサービスに加わった。日東紅茶も運行本数の増加に伴い新宿の拠点だけではまかないきれず、小田原にも拠点が設けられた。 五殿馬線直通列車も1968年に SE 車による運行に変わってから森永エンゼルが走る喫茶室のサービスを提供した。1970年代までに通勤利用者を目的とした列車を除いてほぼ全列車でサービスが提供された。1981年に走る喫茶室のスチュワーデス役を小手川優子が演じる TBS ドラマ 思い出作りが制作されるなど、走る喫茶室は小田急ロマンスカーの特徴的なサービスとなった。1980年に登場した7000系ルス社はカウンターで、1987年に登場した1万系ヒセは出入り台とも仕切られた。このヒセ車は注文から提供までの迅速化を図るため、日本の列車内として初めてオーダーエントリーシステムが採用された。 1991年3月16日から運行開始した朝霧はグリーン車でシートサービスに対応したスチュワーデスコールボタンを設置したものの普通車は当時のロマンスカー利用者は通勤やビジネスの他に買い物など観光以外の日常利用が増加し注文を受けて各座席へ品物を届けるサービスが提供しづらくなっていたこのため サービス開始当初から担当していた日東紅茶が1993年に撤退し、1995年に森永エンゼルも撤退することになり、同年3月に走る喫茶室のサービスは終了した。ファシア社運用列車における走る喫茶室と同様のシートサービス、走る喫茶室のサービスが終了した後は小田急レストランシステムがワゴンサービスを提供したが、 2005年に登場した5万系ハシア社は、リゾートホテルのような車を目指す観点から、飲食サービスは欠かせないものとされ、ハシア社運用列車に、限り10年ぶりにシートサービスを復活し、注文の迅速化のために、無線ランを使用した、オーダーエントリーシステムを導入した。以来10年にわたって、リゾート特急を印象づけるサービスとして親しまれたが、 2016年3月26日のダイヤ改正に伴い、日中の特急ダイヤは所要時間に変化はないものの、これまでの箱根特急30分ヘッドと小田原、御殿場特急の60分ヘッドを組み合わせた体制から両車混合による20分ヘッドへと体制が大きく変わることになった。スピードアップなしで運転間隔だけ変更するダイヤ状況は、 ファシア社のみ特化したサービスを提供することが難しくなることから、だけ式と同じワゴンサービスに統一されて、再びシートサービスは終了した。サービスの開始時は全列車を日東紅茶が担当した。その後、森永エンゼルの参入時に、日東紅茶がアンセ社運用列車を担当し、森永エンゼルは SE 社運用の列車を担当した。この体制は、ルス社の導入時に、 特急増発や車両運用の対応を理由として変更され、車種に関わらず、箱根特急を日東紅茶が、それ以外の特急を森永エンゼルが担当した。1982年7月のダイヤ改正から、一部の箱根特急でも森永エンゼルが担当した。スチュワーデス及びコンパニオンの業務内容は、始発駅を発車後にメニューと紙おしぼりを配布し、 注文を受けた商品を座席へ届ける他に、駅到着時は、乗降扉の開閉を行い、折り返し駅で、車内清掃や、座席の回転も行っていた。安瀬車までの特急車両では、扉はすべて手動であったために、扉数だけ、扉扱い要因を要し、1987年時点の日東紅茶が担当する安瀬車、留守車運用列車は、 一列車に11名のスチュワーデスが乗務していた。日東紅茶は11両連接車の特急車両を。森永エンゼルは、アンセ車やルス車以外にも、SE 車や SE 車十連などの様々な車種を担当し、コンパニオンの乗務人数も細かく設定されていたため、乗務体系が複雑であった。新宿ライオンが担当した特殊急行、納涼ビール電車は、ビアソンが重量物であるために、 男性係員がカウンターを担当していたが、車内サービスを担当する係員は、浴衣姿の女性が担当していた。小田急サービスビューローが担当した、特別準急は1から2名程度の車内販売員が、乗務していた。小田急レストランシステム J ダイナー東海による、ワゴンサービスは、1列車あたり5名から6名のスチュワーですが乗務した。これは、シートサービスが行われるファシア車でも、 同様の人数である、ありがとうございます。